自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる。雨の日はお休みの。はい、おはようございます。8日目の朝でございます。ですね、今ちょうど7時30分ですね。はい、今日はですね、ここは亀山です。亀山からですね、鈴鹿の峠を越えてですね、大津の方に向かいたいと思っております。はい、だいぶバテてきました。今日も頑張っていきましょう。それでは、だいぶきついな。今日頑張ったら明日フィニッシュや。よし、行くぞ。看板が見えますか。これがすごいのですね、道の駅に到着してるんですが、朝早すぎてね、何もやってないって感じですね。ここはね、なんか気になる。なるほど。関宿からは106度、よいしょ。鈴鹿峠登ってきております。やっぱりヒルクライミングは得意じゃないです。でもなんか練習しなくちゃね。みんな鈴鹿峠登ってないんだ。
それでも辛いな、辛いね。これ8日目じゃなかったらもうちょっと行けてるんやと思うんですけど、疲れがやっぱり溜まりますわな。ちょっと休憩したら行きます。はい、トンネルに入りました。これ抜けるとね、下りやったらいいんですけど、どうなんでしょう。とりあえず進んでいきます。めっちゃ響く。楽しい。車来た、後ろから車来た。来い来い、来い。ちょっと休憩しましょう。なんか食べれそうやし、団子か。団子でもいいですけど。はい、宿に到着しました。今日の宿は宿というかスーパー銭湯みたいなところで泊まらせてもらえるみたいなんで、こちらにしました。ちょっとですね、今まだ3時19分ぐらいですけど、3時からチェックインができてるみたいです。明日に備えてですね、とりあえず今日は早めに上がろうと思ってます。では、今大阪府枚方市ですね。枚方からですかな、乗り口通って大阪市内の方に入ってみたいと思います。ゴールは梅田です。高槻ではありません。はい。